前目は俺に放て塩見黒しかさん保ってさつきさん選ぶ取りいただくのか4点始めたいと思いますが上がっておいて乗った瞬間、パーテーションを超えるっていう身長が高いからそれしゃあない来てくださってありがとうございますそれさつき祭、3年ぶり、開催おめでとうございます。ほんまに開催してくれてありがとう最近なんかすごいさっきなんか半ブレのボーカル言ってたけど、なんか悲しいニュースが最近ほんまに多いなっていう風に思ってて、でもそれって結構やっぱり今状況がコロナやから状況がコロナやから結構寂しい状況の時にそういうニュースの方が皆さんの印象に残ってしまうのかなっていう風にも思います。でも俺はまあ悲しいニュースだけじゃなくてこうやってみんなと有観客で、実は僕は学園祭のこう学内ライブ出るの初めてやし、こうやってみんなの前で演奏できるっていうのはみんな一人一人が前向いて進み続けてきた結果やなって俺は思ってます。結構ニュースとか見てたら最近ちょっと状況が戻ってきたっていう言い方すごいするけど、
俺は戻ってきたってことをすごい嫌いで、みんなが一人一人が進み続けた結果でできることやろうって思ったから今日こうやってライブができたんかなっていうふうにも思ってます。そうやってこれからも一人一人が進み続けていってくれればいいし、みんな大丈夫、一人一人前向いて進んでるよって今日俺らのライブ、他のバンドのライブ見てきたと思うし、これからもペンペンが多分かっこいいライブしてくれると思います。それ見て今日一人一人また明日から頑張ろう、今日一日頑張ろうと思ってくれたらいいかなと思います。そんなあなたたちに送る起死回生ストーリー。